そうだよ。稲荷山コースはなんか最初から階段が多くて辛いね。木漏れ日が気持ちいいよ。すごい困りますね。下ってるね。せっかく登ったのにまたこれ下ると登んなきゃいけないってことだからね。またちょっとだけ下るよ。うん。このコースはちょっと上り下りが多くて大変だな。ここからまた上りだよ。アップダウンは激しいけどあれだな、気持ちいい道だよね。結構気をつけてね。うん。これが多分山頂への最後の道だ。よし、この階段を上がりきればゴールだ。最後の登りがえぐい。山頂着きました。映ってない。今映ってるよ。なんだよそれ。どう山頂は。楽しい。楽しい。大変だったよね、稲荷山コース。6ゴールより全然大変だった。初めて行った時はちょっと難しかったけどさ、うん、4ゴールぐらいしたらもう簡単なんか。そっか、うん、だって稲荷山ができたってことは。まあそういうことだよね。稲荷山大変だったもんね。やべえ、雪降ってんじゃんな。